よし。よしよしよし。予選タイムは、なかなかいい方を取れてきた。よーし。2番手スタート。かなりの高ポジション。あと、コンマ012秒。ほんとちょっとだったんだけどな、トップまで。ああ、うまくいかねえな。あとほんのちょっとだったんだけどな。うん。なんか顔が荒ぶってる。ほい、ほい、ほい、治って。治った、オッケー。顔荒ぶっちゃうって言っても、あんまり右下の顔を見ることないけどね。よーし。あと5秒で決勝が開始されます。よーし。はい。決勝 F1AGT マニカキャラシリーズ2020シリーズシーズン1ラウンド5、カテゴリーはグループ4で、さあコースはサルディーニャーサーキットロードコース C になります。よし。トップはスバル WRX56 秒421、で私が2番手56秒433、あと 0.012 秒差でしたね。もう悔しいな、これは。はい。で、3番手、4番手も WRX とか溜まってる。WRX が有利なのかな、このコースは。わかんねえ。で、今回のレースはマニファクチャラーシリーズ。まあ、契約してるメーカーでのレースになります。私は当然、フォードを契約してるんで、マスタングで参加しますと。で、今回のレースは、サルディーノサーキットの25周、タイヤ使用義務はハードのみになります。なので、まあ、このまんまハードタイヤで25周走ってもよし、ハードを早いうちに捨てて、ミディアムやソフトタイヤで長い周回重ねるのもよし、まあ、戦略は人によって分かれてくるかなって感じです。私はとりあえずハードタイヤ最初に履いて、まああとはどうしようかな、周りの様子見ながら様子見って感じですね。まあ何事もなければハードタイヤで25周走り切りますと。燃料は気にしなくていいはずですね。リハーサルやった時は特に燃料とかは気にせずに25周持ってたんで大丈夫なはずですと。ウィンカー、ワイパー、フル装備。はい。以上20台のレース。はい。先頭が WRX。後ろ2台も WRX。怖えな、これは。しかもこの予選タイム、奇跡的に一度だけ取れた奇跡のラップタイムだからね。安定して出せないから、どうなるかわかんねえ。はい。3、2、一、どう。さあ、始まりました。ストレートは、まあ、マスタングの方が早いか。まず1コーナー。お、行き過ぎた。ラッキー。払います。よーし、とりあえずトップに立った。ラッキー、これは。2番手も上がってきた。あ、これはこれで嫌だぞ。自分でペース作んなきゃいけねえのか。いまいちね、これ最終コーナーとかね、どういうライン取りがいいのか全く分かってないからね。
とりあえず予選はこんな感じのライン取りで通ってた。うー、とりあえず1コーナートップがミスってくれたおかげで運よく1位取ったけど、これな守んないと。さすがに詰めてくるよな、こんなキックで走ってたら。とりあえずゆっくり走るか。変なギア起こさないでよ。私下手くそなんだから、特にこんな走り慣れてないコースは。インサス良くなら抜いていいの、抜いていいけど、サイドプレスはやめて。綺麗に抜いたね。インガは塞ぐね。そうなるとアウトに行くしかないじゃん。レコードラインがもらったよ。まあこんなところでタイヤ潰して勝負はいかないけど、でも前出したらどんどん離されそうな気がする。はい、このコーナーも難しい。いまだにブレーキの感覚とかが分かんない。グリップここがいいのかな。とりあえず軽く一周見てみて、トップのライン取りと大体同じラインを自分は走ってる。このまんま後ろに張り付いてプレッシャー与えるか。まずはよし、フリップの感じだとトップも多分ハードタイヤなはず。ハードタイヤだよね。ピン外した。でも行かない。行けない。距離足りねえ。さすがに加速は速いか、4区だから。だけどストレート後半の伸びはマスタングの方が速い。プレッシャーを与えていこう。余計なことはせずに。結構攻めるね。アウト側もかなり膨らんで。お、ラッキー。ラッキー。どういった？ 3 番手まで落ちたか。プレッシャー攻撃が効いたのかな。うん、よし、今度は自分がプレッシャーに潰されないように走るか。よし、安全運転。はい、ライン取りが分かんねえんだよな、いまいち。最終コーナーとさっきのコーナーとか。2位がダブル RX じゃねえぞ。
下から上がってきたのか。よし。安全運転で行こう。安全運転で。余計なことしたらミスる。おお、WRX が2位に復帰してきた。すげえな。やっぱ速いわ、あいつ。まあ、そんなことは気にせずに、自分のペースで。自分のペースで守っていく。安定した走り、安定した走り、安全運転。後ろは2秒差。2秒差は関係ないだろうな。あいつだったら多分追いついてくる。安全運転でミスらないってよりかはタイヤを温存する走り方って感じ。なんとなくだけど思ったこと言うと、よいしょ、思ったこと言うと、タイムアタックで全開で飛ばすよりかは今こうやって軽く流す安全運転の方がタイムいい気がする、うん、なんかこっちの方がタイムいい気がする。ハードタイヤ使ってるから予選よりはタイム落ちてるけど、なんかこっちのタイムの方がいい気がする。安定してるもん。よし、お、後ろ見えるとこまで来た。さすがに差詰めてくるよな。どんどん近づいていってる。1秒先行ってきたか、後ろ。前には出したくねえな。ん？いや違うな。前に出してまたプレッシャー与え続けるのもいいか。
そうすればまた勝手に自爆してくれるかな。いやもうさすがに2回落ちて、おいしゅい、おい、さすがに追いついてくるよな。はい、よし。あ、ミスった、ミスった、ミスった。ドゥよし。ほんま5秒差まで来たか。もし仕掛けてくるような感じだったら、もうおとなしく前譲っちゃうか。多分相手の方がタイヤの摩耗すごいはずだから。よし。どう来る？来ない？まだ来ないか。はい、やべ。おお、来たね。どうする？イン側はあげるよ。取りたかったら取っていいよ。行くね、オッケー。でも後半はマスタングの方が伸びるんだな。まあいいや、譲ろう。前のタイヤがどこまでに届くのか、持つのか、ちょっと興味あるわ。すっげえ膨らむな。スリップ避け？それともただ単にイン側を守ってるだけ？いや、行くそぶりだけ見せて。また、OK になったから、ひたすら後ろに張り付いて、プレッシャー与え続ける。結構膨らむよな。同じ走り方するよ、自分と前の WRX 似てんのかな、性格が。さすがに立ち上がりは負けるか、4区に。だから最終コーナーまでに並ばないとホームストレートでは前に出れない。で、後半はマスタングの方が伸びる。頑張るね。
そろそろ周回数の後半になってきたからスパートかけていくか。辛そうだねタイヤ、もう曲がんないでしょそれ。膨らんでる、うん、見ててわかるよかなり辛そうだよそれ。これはまた自爆するかな。なると事故に巻き込まれないように注意しねえとな。はい、さすがに修正してくるか。残り7周、うん、勝負どころになったら1コーナーで仕掛ける感じでいくか。分勝負どころ、ラスト1周かラスト2周とか。おーい、よーし、やっぱタイヤ辛いんだろうなあれ。膨らんで外側の突起にぶつかってスピン。うん、まあしょうがないよ。でもよく3回もこっち自分の前に這い上がるまで追い詰めてきて、ん？って登ってきたよな。やっぱうまいや、あの WRX の人は。ただこれはタイヤマネージメントの差でこっちがしのいだ。いや、なんかもう終わったみたいなこと言ってるけど、まだゴールじゃないからね。後ろも WRX どんな感じなのかは全然わかんねえから。よし、はい、タイヤはかなりもちろんできてると思う。初期ルーナは WRX ですね。で、よし、バステストは56秒台か。タイヤ違うかな、ソッと履いてそうだねあれ。よし、あと50。はい、あ、やばい、曲がんなくなってきてんな、さすがにこっちも。高速は 1.1 秒差か。ペース上げるとリズム狂うかもしれないから、ここら辺から少しずつペースを上げていこう。
く、やっぱここへ。後続の差が詰まってきたぞ。プッシュしてきたか。あと4周。あ、違う、あと3周か。逃げるぞ、逃げるぞ。焦らずに逃げるぞ。後ろは WRX がいるけど、そのさらに後ろに86っぽいものがいるから、あの2台でやり合ってくれたらやりやすい。こっちは逃げやすい。ただ後ろ見る感じ、86が WRX に仕掛けようとしてないんだよね。あと2周。タイヤは割と余裕がある。あべ、余裕あるって言ってもさすがに最初の頃よりかは全然曲がんねえから、それは無理だ。はい、はい、よし、ペース上げて逃げてるよ。グラム、グラム、ん？何があった？後ろいきなり差が開いてんぞ。よし、ファイナルラップ。もう変にペース上げずにいつも通りで走っていく。はい、よし、えい、はい、安全に。よし、はい、よし、最終コーナー抜けてフィニッシュレース。よっしゃー、トップゴール。よし、何気に公式戦でトップ取ったのはこれが初めてかもしれない。よし、マスタングの力見せつけたり、フォードの力。ああ、なかなか熱いレースだった。すげえ、こんな演出があるんだ。優勝です。ありがとうございます。公式戦は初めて勝ちました。はい、どうもありがとうございました。